はいどうもイツキンです。今日の動画は昨日実装された今年2体目の夏限定キャラ霊帝と古代物孤独の祈りの解説と実践での使い方となります。霊帝はですね、基本スキルの3つに一切火力がありません。ただしスキル1の追加スキルである深淵の呼び声が防御無視の高ダメージスキルとなっています。この追加スキルのみ生命力依存の攻撃になっているので、ステータスは生命力を重視して伸ばしていきましょう。スピードに関しては基礎スピードが非常に速い英雄なので、ステータスを盛るのは非常に簡単です。まだまだスピード帯定まってはいないんですが、だいたい最低230あればまあなんとかいけるかなという感じです。そして深淵の呼び声はですね、高ダメージではあるんですが、アウリウスやダメージカットの異物の影響をもろに受けて一気にダメージが下がってしまうので、主にターゲットになるカリナやヒカリチェルミアを見越すのであれば、スキル3の霜焼けを付与したいので効果命中100ぐらいあっても全然困りません。そして古代遺物孤独の祈りなんですが、これ個人的にはめちゃくちゃ高評価な遺物です。生命力のアップが最終ステータスから上がるので、闇ラビーとかアレンシアだと生命力が2000以上バトル画面で増えます。闇コルなんかにつけてもダメージアップ狙えるので、闇コルなんかにつけたらもう3000ぐらい生命力上がるのでめちゃくちゃ強いと思います。それでは今回2種類のステータスで使用したので、まずはスピード型から実践を見ていきたいと思います。はい、それでは1戦目、まずは HP 25000弱の霊帝になってます。免疫をつけて、スピードを持った方ですね。この方はですね、スピード速くてまあまあ取り回し非常にいいんですけど、やっぱりちょっと火力不足かなっていう感じがありました。ただこういう相手がちょっと守りに固めている編成とか、デスティーナで復活を狙ってくるっていうパーティーには消滅させることができれば非常に簡単に攻略をすることができます。なのでかなり持久戦向きの英雄なので、闘技場とかで使う場合はちょっと時間はかかってしまうんですけど、かなり安定して相手を処理していくことができます。でちょっとエンジェリカがね、霜焼けを解除してしまうので、今回であれば勇猛の証拠とか、あと闇ラビーのね勇猛の証拠とかも、ダメージカットされてしまうので、ちょっとダメージがね出せなかったのが残念かなというところですね。本当は、エンジェリカをね早急に倒して行こうと思ったんですが、今スタックが2溜まってるので、この後ですね、はい、ここでスタックが3になるんですが、勇猛の証拠をつけていて、このダメージですね、13000、ちょっと劣勝を受けちゃったので HP 下がって23000ぐらいだったんですが、だいたいこれぐらいのダメージです。勇猛がね結構カットしてきてるので、まあ、なければワンパンギリギリできたかなっていう感じですね。ちょっとやっぱ物足りない感がありますよね。クラウとか闇コルだったらもうほぼ確実に倒せるぐらいのダメージ出せたり、混力でね闇コルだったら火力が大幅に上がるので、そんなに気にならないんですが、やっぱり霊帝はそういうのがないので、まあ、本当に自力で頑張るしかないっていう。ただスピードはやっぱ速いんで、スタックがねもう3になってます。ちなみに深淵の呼び声は1でしか発動しないので、もし3で早急に打ちたいんだったら、さっきねスキル3じゃなくてスキル1を打って、処理するっていう感じですね。今回ちょっとダメージが不安だったんで一旦3を挟んで、削ってからね深淵の呼び声を発動してます。まあ、相手の HP が半分切ってれば絶対倒せるんで、こういう場面は打ってそのまま消滅を入れると、こんなもんですね。まあ、ちょっと HP 減ってるんで、減ってなければもうちょっとダメージが1万7000ぐらい出たかなっていう感じですね。まあ、束縛も悪くないですね。闇ラビーなんかのゲージアップを防ぐことができるので、
そういうちょっと小回りも効いてくるという感じです。そんな間抜けな攻撃が通じると思うな。はい、それでは2戦目ですね。これも HP24000 弱の、霊帝になっています。今回はカリーナ相手にちょっと試そうという感じですね。さあカリーナにはかなり効果的かなと思ってます。抵抗積んでても問答無用で全長入れれるので一気に削ることができれば非常に有利になるかなというところですね。つまんねえ相手だぜ。霜焼けに関してはナイトがいる場合はですねカリーナにも付与したいのでできるだけ命中欲しいんですけど、もしナイトがいないんだったら命中なくても、カリーナには前兆だけはね通るんで、そういう場合はなくてもいいと思います。さあ霊帝動かして、さあこのカリーナには入りましたね。まあ、束縛もつけれるんで、前兆だけじゃなくて束縛のことも考えてこのカリナのゲージアップを使わせないみたいなことをするんであればやっぱ命中持っててもいい気はします。なんで今回使ってみたのはこの方はスピードがちょっとあんまり意味ないかなっていう感じしたんで、スピード落として効果命中とか生命力に持った方がいいかもしれません。さあカリナにじゃあ打ちます。全長3で深淵の呼び声。時間の無駄に過ぎない。16000ですね。まあまあ反撃型のカリナだったらワンチャンいけるかなっていう感じなんですが、まあ、中には19000とかのねカリナもいるので、そういうのだったらちょっと足りないかなという感じので、やっぱり威力がややこの生命力では足りないかなという感触ですね。なんで、この後紹介する霊帝がですね生命力を大幅に持った、タイプになります。はい、それでは続いてのビルドを見ていきます。こちらはですね速度をかなり落として生命力を、バトル画面で3万まで、上げているタイプになります。これはね一番個人的には良かったですね。スピードも230ぐらいはあるんでそんなに遅くもなく、生命力も大幅にアップしたので火力がめちゃくちゃ上がりました。これね生命力依存かなり影響を受けてるのでできるだけ上げた方が良さそうですね。今回も、カリーナがいたりとか、あとはエンジェリカですね。でエンジェリカいる場合はスキル3から打っちゃうと霜焼けが解除されちゃう可能性があるんで必ず1からね入って、で他のキャラで光の守護者を誘発させて空打ちさせると。でこのあと霊帝が根力無償で使えるので連続して全長を3まで貯めれるので、こういう動き方をしてください。まずはまあカリナからですね。今1溜まってるので次の根力で3まで一気に溜めます。でうまくいけば霜焼けもつけれるので、まあ、つけばアロエルを無視してダメージを通すことができます。さあ霜焼けついたんでこれでダメージ分配効果受けれません。そのまま深淵の呼び声を発動してダメージが先ほどは1万6000でしたが2万1000かなりですね上がってるのが分かると思います。こんだけあれば大体のカリーナ取れるんで、なんで生命力はできれば3万まで盛ればかなりの相手をワンパンすることができるんじゃないかなと思ってるので、個人的にはもうステータス目標は HP 3万で、ちょっと頑張ろうかなと思ってます。まあ、あとはスピードとか命中を、いかにね上げれるかっていう感じになると思います。で1回ワンパンすれば本当に楽になって、こうミリ残しってやっぱりね結構辛いんで、それがなくなると、非常に楽になると。で霜焼けもまだついてますと。審判これ以上捨てません。まあ、このままベリアン行ってもいいですし、まあ、他のキャラ
狙ってもいいと、まあ、今回ベリアンですかね。堕落した気配を感じるぞ。さあこれで霜焼けもついてるんで護衛も入らない。そのままもう一度呼び声で処理をすると、まあ、これも当然ワンパンできるということで、まあ、速度的にも230あれば全然あの霜焼けついたベリアンとかだったら追い抜かせて、ついてる間にもう一回撃てるんで、まあ、全然問題ないかなっていう感じはします。はい、続きまして光チェルミア相手に、生命力3万の霊帝でいきます。まあ、チェルミアといえば追加スキル、使ったら発動するんで天敵かなと思いきや、まずチェルミアを狙えば全然怖くないので、この霊帝は久々にチェルミアには強く出せるキャラクターかなと思います。チェルミアはカリナほど効果抵抗を持っている人は少ないので、まあ、全然50ぐらいだったら全然通るんで、まあ、それぐらいまで上げておけば霜焼けもしっかりと入れれます。で霜焼けさえ入れてれば有毛つけてても関係ないですし、アロエルとかいても問題ないので、安全にワンパンできると。で仮にね事故で連携が出てしまっても前兆に関してはデバフ扱いではないので消えません。なんでまあまあチャンスは生まれるという感じですね。その身に刻んであげましょう。さあシールドがついてますがどれほど出るのか。さあ呼び声でシールドごと14000。シールドが多分3000ぐらいかな、3000以上あると思うんで、まあ、2万弱は出ているというところですね。まあ、チェルミアだったら絶対耐えれないですね。生命力1万多くても6000ぐらいなんで、まあまあ耐えれないかなと思います。なんでカリナも取れてチェルミアも取れたらもう大体のキャラクターをワンパンできるんで、生命力3万ラインが結構安定はしてるのかなという感じがします。はい、続いてはギルド戦になります。ギルド戦もめちゃくちゃ使いやすいのでおすすめです。でなぜかというと最近のギルド戦の防衛って、シェナとかあとイリーナブそしてモルト、ニエを持っているこういうなんか反撃系のキャラがめちゃくちゃ増えてて、まあ、他にもね闇製とかで復活許さないとかいうのもあるんですけど、結構この反撃回数で不確定要素が生まれたりもするので、そこでこの霊帝を使うことで安全に処理することができます。今回は、まあ、ニエどれか分かってないんですけど、多分どれかどっちかはニエかなって思ってます。でイリーナブがニエのことが結構多いんで、まあ、エルブリスも発動してないし、まあ、そこかなと思いながら、まず最優先はシェナですね。まあ、一応属性的に一応霊帝は不利なんでシェナからまず処理すると。でシューはアロエルのスタンで止めれるんで無視します。さあこれで今スタック2なので3まで入れて深淵の呼び声、通じると思うな。このダメージ、そしてシェラが2へ持ってましたね。こういう時に、処理できるのは非常に優秀で、あとは、スタンで足止めしつつで、イリーナブは非属性なので霊帝には絶対攻撃してこないんで安全に攻撃することができます。なんで、この場合はイリーナブ無視で次はシューですね。さあもう2溜まってます。スタンとね相性めちゃくちゃいいんですよ。スタンしてる間にスタック貯めてで起きた頃にはスタック3になって消滅させると。さあこれで3
お前たちの相手に時間の無駄に。ペッシュも呼び声で消滅という感じで、まあ2万なんでかなり HP 持ってるシュートとかだと取りこぼす可能性があるんで、できるだけねカーメリックとか、アロエルでちょっとずつね削ってやる必要があります。でここまで来ると根力溜まってるんで、そのまま3-1で一気に2連続呼び声、これもね強いです。でこれも消滅で2A だったとしても大丈夫と。はい、次は相手取る場合ですね。霊帝を防衛に入れてたりとか RTA で取られた時、まあ、どうするかっていうところなんですけど、もう答えはね簡単ですね。魔人の影、魔人の影を入れて封印つけたらもう霊帝何もできないんで、スキル1スキル3両方火力なくて前兆をつけるしか何もできないキャラなので、封印入れられたら終わりです。なので必ず霊帝使う人はですね、 RTA とかで自分が取るってなったら免疫とかあと解除要因を入れてあげないと、もうただの置物になってしまうというところがちょっとまあ弱点かなという。なんかせめてスキル3の時に弱体効果解除をするみたいな効果あってもいいかなっていう気はするんですけど、本当に封印に何もできないのが怖いなっていう感じですね。ただ闘技場とか GVG だったら、まあ、魔人の影相手に出さなきゃいいので、まあ、そういう場面ではかなり使いやすいキャラクターだと思います。そこにいるのか、見せるがよい。何時の深淵をここにさらけ出せ。生きている者の匂いがするな。はい、というわけで霊帝見ていただきましたが、いかがだったでしょうか。こちらがね最後使ってた生命力3万の霊帝ですね。ステータス画面上では2万8000で、この異物バトル画面に入ったら 7.5% アップして3万まで、上がります。で、まあ使ってみた感じですね、スピードセットはスピードを底上げのために絶対欲しくて、でサブセットなんですけど免疫はいらないかなという結論に達しました。なので生命セットで生命力上げるか、もしくは激流で無理やりダメージアップ狙うかみたいな、どちらかかなと思います。で激流セットの HP 減少効果っていうのは霊帝の初期ステータスの HP を下げるので、そこまで影響力ないんで、生命力爆伸びした激流セットあるんだったら激流の方が最終ダメージは伸びると思います。で RTA でもですね昨日使ってみたんですけど、かなりイマイチな感じで、まあまだね試し足りてないっていうところもあるんですけど、序盤に取るとさっき言ったように魔人の影とか、あと闇レタみたいな高ダメージ出すねキャラクターとかにも弱いですし、で後半だったら相手のピックに合わせて他のメタキャラを選ぶ可能性の方が高いので、なんか出しどころがないみたいな感じの場面が多かったので、ちょっと使いづらかったなっていう、やっぱさっき言った通りなんか弱体状態とかにも弱いっていうのがあるので、まあ抵抗持ったら持ったでステータス中途半端になるしっていう感じですね。なんでちょっとなかなか難しい感じの英雄ではあるんですけど、まあ、使うんだったらナイトと一緒に、アロウェルとか、ライダークラウみたいなのと一緒に使って、守りながら行くという感じになると思います。なので、まあ、闘技場と GVG ではめちゃくちゃ使いやすかったんで、まあ、あと消滅とかもあるのを考えたら初心者向けの英雄かなという気はします。まあ、雑に強い英雄ではないんですけど、闘技場とかだと結構雑に強くなるみたいな感じのキャラクターだと思いますので、ぜひまだ引いてなくて考えてる方は参考にしてみてください。でこの異物はね僕ちょっと欲しいんで、追加でこの後ガチャ引こうかなと考えてます。はい、というわけで、今回は霊帝を紹介させていただきました。まあ、ステータスもねまだいろいろいじるとは思うんですけど、生命力3万、まあ、ステータス画面で2万8000は僕はちょっと最低ラインとして、組んでいこうかなと思います。まあ、皆さんのねステータスなどもあればぜひコメント欄にお書きください。というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。